ちは、モータージャーナリストの石井正道です。今日はですね、テスラモデル S、これまだ日本にはこの1台だけしかないんですけれども、電気自動車なのに航続距離が長いということで、ロングドライブに挑戦したいと思います。で、一応ヨーロッパでは500キロ走れるそうなんですけれども、あのナンバープレートも今500になっているのはそういうわけらしいですが、今日の目的地は京都です。まあ、500キロっていうのも理論上というか、あの机上の数字のような気がするので、本当に行けるのかどうかちょっと不安ですけれども、一応僕はあのエコドライブのインストラクターなんかもやってますんで、まあ、あの頑張って途中で止まらないように、京都のウェスティンホテルに今日ちゃんとあの気持ちよく泊まれるように頑張ってみたいと思います。スタートしてから245キロです。あの京都までのほぼ半分ぐらいというところですね。で、航続可能距離が253キロなので、足してほぼ500キロということは、もうこのコンピューターが予想した通りの走りをしているということになります。今浜名湖に着きました。ちょうど中間か、まあ、ちょっと北ぐらいですね。で、今航続可能距離を見たらあと240キロ走れることになってますけれども、目的地までの距離が204キロですから、まあ、ほとんど余裕はない状態です。でも、まあこのまま頑張っていこうと思いますけれども、今のところすごくいいなと思っているのはですね、全然僕一人で運転してきましたけれども、疲れが全然ないですね。やっぱりこれは電気自動車でパワートレーンの音とか振動とかないっていうのと、まあ、やはりこのモデル S 自体写真結構よくできていて、乗り味もいいので、そういうところで疲れを感じないのかなと思ってます。ではあと京都まで頑張ります。京都東まであと 1.2 キロ、トリップは 453.4 キロ、あと48キロ、航続可能距離登ってます。とりあえず約500キロ弱京都まで到着できたみたいです。今京都のウェスティンホテルに到着しました。まあ、ドキドキしたこともあったんですけれども、まあ、思ってたよりは順調に来たかなと思ってます。で、これから充電して、また京都の街とか楽しみに行きたいと思います。